もうオタクだったよね、要はね。競馬。競馬。うん。1回しか受けるなみたいなことは言ってたけどね。何回でも受けてやろうとは思ってた。中学時代の話で、まあ、あの結局中学生の時に乗馬クラブに行き出してたっていう話ですよね。うん、初めてその馬に乗った時とかっていうの、触った時とかってどういう覚えがあります？いきなりぶち落とされる。あ。うまくバーンって中でジャンプしてって。ちょっと待ってください。最初っておとなしい馬に乗ったりするんじゃないですか？おとなしかった。え。ね、ドーンって跳ねて。で吹き落とされたんですか？落とされた。でもう一回捕まえてもらったけど。それはもう怖いからやめようとかなんなかったんですか？ない。くそーと思って。それは普通の人と違います。普通やんないじゃないですか。それでもいててててて。その中学生の間ってなんか大会とかそういうのってあるんですか？そういうのはないんですか？大会っていうか、まあ野外騎乗みたいな、どっかこうどっか連れてって、馬車で連れてって、そこでこう水の中、楽しそうですよね。そうそうそう、だから乗りながら川をこう渡るとか、やったり。面白いですね。めっちゃ浮いてるの、シャーって乗りながら、泳いで。あ、そんな深い海を、あ、川を行くんですか？そうそう、行ったりした。あ、足元のパチャパチャ行く感じじゃなくて、ジャブジャブじゃなくて泳いで。それに人が乗ってるんですか？すごい。どうですよ、その馬実際触って乗り始めて楽しかったですか？どういう気持ちですか？ああ、もう楽しかったし、新鮮だったし、なんかこう、ほら言うことを聞いたらまた嬉しかったり、それができたらまあ楽しいっていう感じと嬉しいっていうのと、それがこう一つ一つ積み重なってきたら、なんか余計にこうハマってったっていうかね。もう誰かになんか紹介とかってしてもらったりしたんですか？昭和だから、まあ中学校に上がった時に、はい、まあ、まだ野球部1回入ったんだけど。あ、中学でも野球部入ったんですか？1回は入って、はい、でもその競馬ジョッキーになるっていう風になって決めてから、はい、うん、なんか乗っといた方がいいのかなっていうのも思ってたんで、はい、桃園の海老名信弘さんがいたんで、あ、その人に聞いて、元調教師の、うん、聞いてどうしたらいいんだろうって言って、まあ乗っといた方がいいんじゃないのってことだったんで、でまあそういうのいろいろ聞いて、で、まあ、願書とかどういうふうに取り寄せたらいいとか、そういうのを聞いたりして、それでまあ受ける、受験するようになったっていう。乗馬を習いながらっていう感じですか？で、体重は どのぐらいでとか、まあ、大体の概要を聞いて、まあ、結構中学校入ってからは食べるもんとかも気にしてたし、あ、まあ、制限して食べなかったってわけじゃない、もともと小さかったんで、うんうん、でも大きくならないようにみたいなことは思ってたよね。うーん、でも子供の頃はもう競馬新聞買う時代じゃなかったから、はい、そういうもう赤鉛筆のおじさんの時代だったから、イメージ悪かったよね。あ、そうか。競馬ブックを買うのも、はい、競馬新聞を買いに行くのも、おばちゃんがなんかすごい目で見るっていう。子供が何こいつ買いに来てんだよ、お父さんに頼まれてきたみたいな。自分で買いに行ったんですか？買いに行ってた。それを学校に持ってって、例えばあれしたりとか。え、小学校に？いや、中学。もうオタクだったよね、要はね。競馬、うん、おそらくね、そういうことを考えると、今でいうあの映像集の DVD 集みたいなのってあるけど、昔はあのレコードだったから、はい、レコードであの8大競争がその全部実況で入ってるみたいな、それめっちゃみんなに聞かしたりとかね、すげえ嫌がってた。周りの友達に嫌がるわな。聞きたかねえのも。え、周りの友達は競馬好きってのはいたんですか？いないよ。一人もいない。学校の担任だけ、担任中か学校の先生は好きな人いたね。お前なるのかって言って、俺は楽しみにしてるぞって言ってた。ちょっと珍しいんですよね、やっぱり、ね、でもだから当時はじゃあ先生もあんまり競馬好きなんていうのはあんまり大きな声で言わないような感じなんですかね。ないない。 うちの学校、それであとさ、英語の先生、女の先生だったの、はい、後で聞いたらさ、それ大泉洋のお母さん。いつ後から知ったんですか、そのことって。そう、同窓会とかやった時に、あの、そういえばあれよ、そうなんだよとかっていう話になって、そうなんだみたいな風になって、はい、まあ、まあ同じ世代だから当然だって、ほらその時同じ子供の同じ年代だから、当然その大泉洋さん自体も中学生だろうから、はい、あ、同じぐらいなんですか？年近いですか？多分一緒ぐらい、ね。あ、そうですか。じゃあ自分のお母さんみたいな。そうぐらいの感じだったんだよね。どんな先生だったとかって覚えてますか？まあなんかちょっと面白いっていうか、そうなんですか、なんていうかこう、
楽しく自分の空間がある感じの、まあ、なんていうかな、分かんない、うん、言い方が個性的っていうかあれなんですか、変なあれではないけど、面白いっていうかあれなんですか、もうマイウェイとか、やっぱだからそうやって息子さんとかもね、ああいってタレントになられるぐらい、そうね、それがまあ何十年経った時に分かってっていうか、俺は知らされて、まあ同級生はみんな多分そうだっていう話はどっかからたくさん分かったから余計に分かってるんだろう、大泉洋さんだって兄弟がこの間政治家、函館市長、あ、そうですよね、当選されましたよね、札幌にいるのに函館市長なんだね確かに札幌出身だよね、きっとね、でしょ、分かんないです、分かんない、分かんない、分かんない、多分編集してる人を調べてくれますから大丈夫ですどこ出身ですでしたけど、そういう世界に行くことにその両親とか反対しなかったんですか。いや、反対はしてなかったけど、親父はなんか一回だけ受ければ一回しか受けるなみたいなことは言ってたけどね。ああ、そうっすか。でも俺は全然そんなこと気にしてなかったけど、何回でも受けてやろうとは思ってたけど自分的にはね、はいはいはい、うん、そういう中で競馬学校をまずですか、試験から聞きましょうか、うん、どうでした、受験した時って手応えありました。いや、とにかく人生の中であれほど勉強したことはないぐらい勉強したよ。ああ、そうですか。その受けるって決まってから、そういえばお勉強の話聞かなかったですけど、勉強はどうできたんですか。いや、大したできなかった。まあ、その中学までは別に普通にある程度はまあ下じゃなくて真ん中ぐらいにいた。ああ、そうですか、うん、ただまあ嫌いだったから。勉強家ですか。どっちかっていうと、あのスポーツしてる方が好きだったから、はい、まあちょうど良かったっていうのもあるし、どうしても行きたいっていうのがあったから、本当に全然遊ばないでずっと勉強してたから、その試験受験するって決まって半どのぐらいやってたんだろうな、私は1年、毎1年、なんかずっと勉強してたね、うん、それどういう問題が出るとかも分かってたんですか。分かんない、だってそんな、あの今参考書があるわけじゃないから、はいはい、競馬学校対策なんてあるわけないから、はい、じゃあ闇雲に勉強してたんですか。いや、国語と数学、社会っていうのをとにかく、まあ一般的なところだからっていうようなことは聞いて、はい、まあ、とりあえず勉強したけど、そんなに準備したらすげえできちゃったんじゃないですか、どうですか。分かんない、分かんない、だからそれも分かんないよね。え、実際どういう問題が、そういう問題が出るんですか、普通に。だったと思うよ、もう忘れちゃってるけど、国語、算数、うん、理科社会みたいな、そうそう、英語とか。英語はなかったんじゃない。あ、そうですか。学習者だった三教科で、あと体力、まあ目とか、はい、身体的な、はいはい、まあそれも多分願書で跳ねられるんだろうけど、うん、試験会場どこだったんですか。札幌競馬場。あ、各地でやってくれてたんですか。そう、今もそうじゃん。あ、そうなんですか。最後の二次試験っていうか、最後は学校のやつから、うん、一次試験受かった人たちは。はい。あ、じゃあそれはいいですね、地元で受けるんですか。各、例えば九州だったら小倉とか、はい、福島なら福島、全部そういうところでやって最後に競馬学校に来る。あ、昔でも三次試験まであったとか、なんかいろいろあったもんね。三次まであったんですか。なんかいろいろ一次がその俺らは二次試験で終わったけど地元でその筆記と体力測定をやるんですか。懸垂とかなんかいろいろ腕立てとか長いやったんだと思うんだね。それ得意ジャンルじゃないですか。うん、全然普通にもういいわって言われた。あ、スポーツはじゃあやっぱポイントは勉強の方だったってことなんですかね。うん、そう、そんだけ準備してたらできそうですけどね。いや、そんなことはないんだと思うよ。そうですか。そうは言っても。ああ、うん。で、二次は何やったの。二次は面接。はい。人物交差じゃないけど、はいはい、うん、ちょっと半分を忘れちゃってるけど、馬に何か乗ったりとかそういうのはしないんですか。うん、そういうのはない。ただ経験があるとかはないとか聞いたりはしてる。はい。まあでもある程度はそういうのも調べてんだろうけどね。ああ、そういうところに聞いて、あのどこで経歴で乗馬をどこでやってたとかっていうのを書いた時に、はい、まあそういうのも聞いてるかもしれない、ね、はいはい。で、じゃあ競馬学校入り、無事入学できて、で、じゃあ荷物をこう準備して、状況というか、あの、白いの競馬学校に。そうそう。